どうも、尾形チェリー担当プロデュンヌのテク担当申します。はい、1月1日に無料10連が来ました。ということで、ちょっとね、超絶ね、日が変わった深夜なので、ちょっとボソボソと喋っております。なので、ちょっと今はアイドル詳細をじっくりちょっとね見ることができないんで、取り急ぎ無料10連だけ引いていきたいと思います。いや、それにしてもね、まあアスカくんがレゾナンスで来て、そしてね、リカちゃんがすごい強そうなね特技でね、スキブを超える強い特技で来てるということなんでね、めっちゃ欲しいです。はい、じゃあ無料10連引いていきたいと思います。もうね、無償ジュエルが全然ないんで、ここもね無料10連で引くしかない。はい、お願いいたします。運試し、いや、ちょっと早い。今のは早い。いや、これはひどい。シンデレラフェスで、これはせめて新規。この風花ちゃんは持ってる。すごい、これはすごいよ。これでもし SS レアでがね出てて、風花ちゃん入ってくれてたらめっちゃね嬉しかったんやけど、風花ちゃんのあの衣装も可愛いんで、ちょっと SS レアはなかったということで、この千秋さんも持ってるっていうことは、本日は新規なし。はい、ということで元旦の運試しはね、新規なしということでした。あ、納税引いてない。納税、納税忘れてた。そのせいやな。お願いします、納税。ダメやね。まあ、まだまだね、まだまだ日はあるんで、全然狙っていこうかなと思います。ジュエルもちゃんと貯めてね。はい、ということで、まあ取り急ぎね、ちょっと引かしていただきました。まだまだね、ちょっと狙っていくんで、応援よろしくお願いいたします。そして新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。デレステの動画どんどん上げていきたいと思うんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。